こんにちは、もみじです。レモンです。なあもみじちゃん、こないだ東京の友達と一緒に埼玉県の川越市っていう町に観光に行ったんじゃがね、昔ながらの町並みが残っとってほんまよかったよ。知っとる知っとる、川の町並みは残っとって小江戸言うて言われとるよね。ほんまんよ、ビルやら形並んどるだけの無機質な町なんか思うとったら全然違うとったよ。西武新宿から本川越駅の特急電車が走っとって145分くらいで行けるけ、東京から乗ってごらんの観光地でもあるわね。観光しとって分かったんが、江戸に近いけじゃろうけど、二人の松平家が川越藩を統治しとったんじゃね。川越城は行ったん？行ったよ、城っていうか館のように感じたよ。戦国時代の川越城は結構な平山城でね、築城の年始って言われた扇が八つ石の鎖、太田道館が1457年に築城したんよ。へえ、その太田道館ってすごいん。こうじゃね、武具にかけた戦国武将でね、現在の故郷になっとる江戸城も太田道館が築城したんよ。太田道館がおったら扇が八つ石氏も勢力が大きかったんじゃろうね。そうなんじゃら、太田道館があまりにも才能がありすぎて扇が八つ石氏の都市はその世を恐れて沈没したんじゃ。その後の扇が八つ石氏が没落の一途をたどったことが容易に想像つくね。結局1537年に小田原を拠点とする北条の二代目当主北条氏綱に居城の川越城が脱出されたんじゃね。北条氏綱は確か岡山の茨城で生まれた北条早雲、伊勢宗瑞が父親だったよね。よう覚えとったね。後に北条氏康が家督継承し、1546年には小白坊や扇が八つ石氏の他に山の中石軍などの関東首相数万が川越城を包囲したんよ。ちょっと待って、小白坊ってなんだ？名前からして高貴なイメージがあるけど。簡単に言うたら足利将軍に代わって関東を統治するための長官みたいなもんで、足利氏が接収しとったんよね。足利言うたら室町幕府の将軍家じゃん。北条氏康はこの戦に勝ったん？北条氏康は数万もの大軍相手に予選で大勝して、扇が八つ石氏は滅亡でしたんよ。それと山の中石氏の重心の多くが作られて再起不能になり、小白坊の権威の失墜に決定打を与えたんよ。そんな大戦が川越で起こったんじゃね。毛利元就と末春方が戦った厳島の合戦、織田信長と今川義元が戦った桶狭間の戦いと並んで日光三大奇襲戦に挙げられとるんじゃね。そんな歴史があるの知らんと川越市を観光したんじゃけど、話を聞いてくれる？聞くよ、聞く。どうじゃったか教えてや。川越にはどうやって行ったん？西武新宿駅から本川越まで特急小戸で行ったんよ。時間にして大体45分くらいかな。東京からだと東武東上線は池袋から川越駅まで走っとるけ、これも便利よね。ほいで、本川越駅に着いたらどこに行ったん？口コミを見て、バーハブバーブ例お店でランチしたんよ。何食べたの？ランチセット食べたんよ。3種類の前菜やサラダが出てきて、メインはハンバーグで美味しかったよ。スイーツもついとったよ。ランチセットでいくらだったの？2300円だったよ。これだけボリュームあるとお得感あるね。これはプレモールじゃろ。そうそう、東武東上線の川越駅から川越城方面にまっすぐ伸びる県内一の商店街って呼ばれとるんよ。ここ店になっとるけ、歩きやすいし、いろんな店をゆっくり見ることができるけ。で、てね、この神社は都会の城があるんかいね。1030年に源頼信が創建した言うて言われとるんじゃ。源頼信は大沢の町に拠点を置いて河内源氏の祖で、源頼朝の祖先にあたる氏の第一人者的な人物よね。平将門を祖父に持つ平忠常が房総半島で乱を起こして、源頼信がこの地で祈願して討伐に臨んだら、見事に乱を鎮圧できたと言われとるらしい。レモンちゃん早口すぎ。このが本当は来たいんじゃない？もみじちゃん、さすがじゃね。来たいんよ。来たいんは830年に創建された由緒ある寺院でね、多宝塔は1639年に建立されたと言われとるよ。来たいんは北条軍と関東連合軍が1546年に戦った川越野戦の時、小白坊との関東連合軍の陣だったと言われとるよ。やっぱりそうなん。北にも歩いて感じたのは、境内は坂道や車のようなんが作られとって、要塞じゃったようにも感じたよ。北院は川越野戦で甚大な被害を受けたんじゃが、北院を復興させたのは1599年に住職となった天海僧侶なんよ。その僧侶って明智光秀じゃないか、って言われている人物よね。このよね、ほんミステリアスな僧侶よね。北院には松平家の墓所があったって、徳川家とのつながりが深いんかと思うとったけど、川越野戦の戦乱にも巻き込まれとったりと、その歴史は面白いね。これは川越城じゃね。さすがじゃね。川越城の本丸御殿は江戸時代後期1848年に作られたんよ。現在の川越城は江戸時代に作られたんじゃね。そうなんよ、当時の趣を今に伝えるように保存されとるけ、見応えあったよ。川越城は見た感じは大化石とか半身の屋敷のような感じだね。もみじちゃんの二面相の太田道館が建てたとは思えんかったよ。今訪れてみると平城のようにも感じて、簡単に落とすことができるんじゃないかと感じたわ。今は特殊化されとったり、江戸時代に改修されとるけ、太田道館が築城して建てる予想は残されとらんかもしれんね。おいじゃが、今は宅地が進んどるけ分からんかもしれんけど、江戸城に近い重要な城郭であったことは間違いけ。
江戸時代を彷彿させる町並みが残っとるね。ほいじゃが1893年明治26年に大火に巻き込まれて町の多くが怪人に帰したんよ。ほいじゃ、今の町並みの多くは明治時代以降に作られた町並みなんじゃね。どんな建物があるん？ほうじゃね。じゃあ見ていくね。熊十酒店、街灯がバレとる滝島家住宅は1895年、明治28年に建造された有形文化財なんよ。東番市内の観音開きの扉はまるで虎のようにも見えるよね。建物をよく見ると図紙2階になってないけ、江戸時代の伝統的建築とは一線画しとるね。時の鐘は1893年、明治27年に再建されたんよ。もともとは1627年から1634年に川越城主の酒井忠勝が創建したのが最初で、じ、お告げ取ったんじゃね。あら、スターバックスの結果を配慮した建物になっとるんじゃね。床屋も昔ながらの建物だったよ。原家住宅は有形文化財に指定されとってね。もともとは呉服商を営む山本平兵衛が蔵造りで1892年、明治26年に作ったんよ。黒漆喰の建物は重厚感があるね。原家住宅の蔵を利用して陶芸教室が開かれとるんよ。山は蔵で陶芸教室って言うんじゃね。奥の建物はトロッコなん。街並みを見ると和菓子屋さんが多そうじゃね。そうなんよ。和菓子屋さんをはしごして細々としたものを買ってお土産にするのをおすすめするよ。確かに、いろんな味を楽しめていて。蔵造り本舗っていう店で、レトロな雰囲気を漂わせるスイーツショップじゃろ。これは1893年、明治27年に建設された山崎家住宅じゃね。蔵造りの母屋とその隣の蔵の黒漆喰が良い味を出しとるね。1901年、明治34年頃に作られた松崎屋の建物でね、もともと砂糖商を生業としとったんよ。外観は黒漆喰の重厚感のあるね。屋根の箱塔はまるで海老の鱗のような特徴的な作りじゃね。中町の交差点のところにある山崎美術館があってね、天明3年に創業し、川越藩御用達の店だった亀屋の一角に立つ蔵を利用しとんよ。あら、最初は川越コンクリート作りの建物じゃね。川越商工会議所として使用された国指定の有形文化財の建物なんよ。なおや、昔の年功の建物みたいじゃね。さすが、よう分かったね。もともとは武州銀行川越支店として1928年、昭和3年に建てられたんよ。川越市には大正ロマンあふれる大正から昭和初期のこうしたコンクリート作りの建物もあって、建物を見ながら散策するのは面白いんよ。川越市って明治時代から昭和初期の建物は残っとって、ごった以上に魅力はある町なんじゃね。江戸時代、明治時代、大正時代、そして昭和と4時代の情緒を残す川越は、都心から持ち帰って利便性も高いのがええよね。ほいじゃね。